チャオ、あっちゃんです。今日6月2日あっちゃん家の晩ご飯の後のデザートタイムやねんけどね、この前ドンキで見つけて買ってきた、山梨白桃ゼリー、山梨産白桃使用フルーツ日和、ホワイトピーチチェリーって書いてあるんだけどね、ホワイトピーチチェリー、これ、はい、食べたいと思います。で、これね、ピーチジュレが入ってんねんけども、450g 入ってて、エネルギーが 289.8kcal、 タンパク質 0.9、脂質が0、炭水化物が 75.2、 ナトリウム 99.9mg、 はい。でこれで、ね、450g 言ったらね、めっちゃ多いね。普通のプリン180とかぐらいでしょ。だから180なんや。普通のプリン何本ぐらい？ 100 ぐらいか。100ちょいやんね。だから、まあそんなもんやと思うね。分からへん。3人でちょうどぐらいと思う。これ1人食べたら多いと思う。450でしょ？あっちゃんこの前ね。あ、これ言ったらネタバレになるね。やめとこう。450では多すぎると思うね。だから3人で食べたいと思います。長い時間だから食べた方がいいんじゃね？長い時間だから。では、3人で食べたいと思います。はい、どうどん。おー、ピーチの匂いすっごい。いただきます。あ、なんでピーチって言ったの？それも思って言える。ピーチやんか。なんでピーチって言うの？え、なんでよしやん、ピーチって言うてもうてんやん。どっかの桃姫のことが好きなんちゃう？誰が？おいしい。これこれピーチの味する。だからピーチしか言うの、桃姫や、うん、あれは違う。1回目はスタートに失敗したので、え、ゼリーもすごいやばいんでね、口に流れた瞬間ポワってとろけるみたいな感じで、味はねめちゃくちゃ桃、あの缶詰の桃ぐらい桃。ほんまに？うん。学校に出るやつはこんなんじゃん。黄色い木桃や。変な味する、うん、木桃缶詰やろ。やっ、うん、美味しい。すごい美味しいね、これ。なくなってるやん、3人でどうちょうね。ちょうどやん。多分1個のプリンとかと量変わらへんのね。なんだ、一人一つやん。一人で食べられへん、450。気持ち悪なんで。あらへん。途中で気持ち悪なんねんで。何から？ゲース超えた。お、そう。これ。一人じゃないの。今度これ、3個買ってって、3人で大食い対決しようか。うまい。美味しいな、これ。うん、ということでね、白桃ゼリー。今日は山梨白桃ゼリー、3人で食べたけども、ちょうどいいぐらい。これ以上いくとまだね、甘すぎるし、来てくるし、しんどくなると思うね。ということで、今日は、山梨白桃ゼリー食べました。美味しかったです。では、続きもこともちゃんやろう。はい、では、またねー。バイバイ。